テレワークの時にできる簡単猫背矯正をお伝えします。はい、皆さんこんにちは。整体院海斗院長の岡田です。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日のテーマはテレワークの時にできる猫背矯正、今日はトレーニングの方をお伝えしたいなと思います。前回の動画でですね、この胸の筋肉とそしてこの腕の筋肉、ここの緩み方をお伝えさせていただいたとは思うんですけど、その動画を見てない方はぜひこちらもご覧いただけたらなと思います。で、今回はトレーニングということなんですけど、じゃあなぜそもそもトレーニングが必要なのかというところになってきます。まずですね、前回、胸の筋肉こう腕の筋肉、こういったところを緩めると胸がこう開きやすくなりますよとお伝えしたと思うんですけど、そもそもですね、肩がこう内側に入るいわゆる猫背状態の時は、この背中の方の筋肉ですね、背中の方の筋肉が引っ張られ続けてるっていうところが最大のポイントになってきます。筋肉って引っ張られ続けてるとどんどん弱くなってくるんですね。弱体化につながってきます。なのでいくらですね、胸の筋肉をほぐしたりとか腕の筋肉をほぐして胸がこう開きやすくなった状態を作ったとしてもキープすることができないんですね。なのでしっかりこうキープしやすくするためには背中の背面の筋肉をしっかり鍛えてあげるのと、背骨のですね、胸椎と言われているところをしっかり可動域を広げてあげるっていうところが今日の一番のポイントになってきますので、今回はそちらをお伝えしたいと思います。はい、ではトレーニングをやっていきたいなと思います。まずですね、この背中の筋肉のトレーニングにはなってくるんですけど、まずですね、両手を90度くらいに開きましょう。立てでも大丈夫です。この状態で親指を天井に向けるようにします。で、この状態で、肩甲骨のところですね、肩甲骨のところを内側にぐーっと寄せていきます。胸を開くような形です。背骨に沿ってしっかりと肩甲骨がぐーっと寄るような状態を作りましょう。で、寄った状態を作りながら腕を上にぐーっと上げていきます。この時に力が抜いてしまうとすぐ腕がこういう風に軽く上がってしまうんですけど、しっかりと背中が寄った状態を作ることができればそんなに上がらないです。で、この状態でしっかりゆっくりと上げられるところまででいいので上げていきます。これを5回やっていきましょう。まず手を開いていただいて親指を上に上げます。で、この状態で背骨のところに肩甲骨をぐーっと寄せて胸を開いていきましょう。で、そうすると結構きついと思います。で、この状態で力を入れた状態で上げられるところまでにぐーっとゆっくり上げていきます。1、2、上げた力を入れた状態をキープです。3、4、5。はい。で、最初は5回ぐらいを目安にやっていただけるといいかなと思います。で、慣れてくると10回ぐらいできるようになってくるかなと思うので、無理をせずに行うようにしてみましょう。はい、ではですね、次に背中のこの胸椎を動かすトレーニングをしていきたいなと思います。で、まずですね、こちらの四つん這いの状態にします。四つん這いの状態にしていただいて、しっかり肩の下に手が来るようにしていきましょう。で、股関節もしっかり90度の状態ですね、こちらを作っていきます。で、この状態でですね、右手を頭の上に乗っけます。右手を頭の上に乗っけていただいて、右の肘ですね、右の肘を左手の方に持っていきます。体をねじるような感じです。1回ねじってこのまま開いていきます。で、この開閉じて開くというのを繰り返しやっていきます。これを全部で10回やっていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では次左側をやっていきます。また四つん這い状態になっていただいて、肩の下にしっかり手が来るようにしましょう。股関節の下にしっかり膝が来るようにしていきます。
で、この状態でまた体をねじっていきます。ねじってこう開いた時ですね、開いた時はしっかり、目線が肘の方を向くようにしていきましょう。それではまた10回やっていきたいなと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、いかがでしょうか。今日はテレワークの時にできる猫背矯正トレーニングの方法をお伝えさせていただきました。前回のですね、この胸の筋肉、そして腕の筋肉、この筋肉をほぐした後にやってもらえると、より相乗効果を得ることができて、こういい姿勢がキープしやすくなってきますので、ぜひ一緒にやってみてください。これからもですね、あなたにとって少しでもいい情報を提供させていただきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。